ミハイル・レイル・モントフ。ミハイル・ユーリーエヴィチ・レイル・モントフ。1814年、10月15日、グレゴリオ歴、10月3日、ユリウス歴から1841年7月27日、グレゴリオ歴、7月15日、ユリウス歴は、帝政ロシアの詩人、作家。ミハイル・ユーリーエヴィチ・レイル・モントフは、モスクワの名門貴族の家に生まれ、野村。 現在のペンザ州のレールモントボで育った。レールモントフは、スコットランドからロシアに移住した、霊彩貴族の子孫であり、祖先の一人であるホマレールモントフは有名な、玉正詩人、ドルイドだと言われている。父の家系は17世紀半ばに、ロシアに移住した、ポーランドリトアニア共和国の将校、ユーリジョージ・レールモントフまで遡ることができ、ミハイル・ロマノフ。 1613年から1645年の治世にユーリはポーランドでロシア軍の捕虜となった。レールモントフの父であるユーリ・ペトロビチ・レールモントフは自分の父親と同じように軍職に就く道を選んだ。大尉に昇進したユーリは有力貴族のストルイピン家の女子相続人である16歳のマーリア・ミハイロブ・ナ・アルセーニエワと結婚する。 レールモントフの母方の祖母であるエリザベータ、アルセーニエワは、結婚を失敗とみなし、義理の息子をひどく嫌っていた。1814年10月15日、一家が一時的に転居したモスクワで、マーリアは、息子のミハイルを出産した。結婚生活の不和はすぐに現れ、夫妻の間に、隔たりができる。レールモントフの研究者でもある、文学史家。 アレクサンドル・スカビチフスキーは二人の不和を深刻化させた最大の原因を断定することできないと述べた上で、ユーリが神経質で体の弱い妻と独裁的な性格の義母にヘキ,ヘキしていたと推測した。初期の電気作家であるパーベル・ウィスコワトフは、ユーリが住み込みで働いていたユリアという若い女性と不倫をしていたために夫婦の仲が悪化したことをほのめかしている。 マーリアの体調は急速に悪化していき、肺病にかかった。マーリアは1817年2月27日に21歳で亡くなる。父のユーリと祖母、エリザベート・アルセーニエワは残されたレールモントフをめぐって争い、最終的に祖母の意見が優先されたものの、二人の争いは幼いレールモントフの心に傷を残した。 マーリアの死から9日後にで、ユーリとエリザベータは、口論を交わし、ユーリは、自分の姉妹が住むトゥーラ県の黒トボの荘園に、戻って行った。ユーリが幼いレールモントフを連れ去った場合に備えて、エリザベータは溺愛するレールモントフを、自分の元に取り返すことをユーリに約束させる、骨の折れる交渉に取り掛かった。エリザベータは、自分の手で、レールモントフを養育することを条件に、 彼への遺産の相続を約束し、16歳になるまで、レール・モントフを彼女のもとに留めることで双方は合意した。3歳の時にレール・モントフは父と離別し、その代わりに自分を溺愛する祖母と多くの親族に甘やかされる贅沢な生活が始まった。彼にとって辛い経験となった家族の不和は1830年に駆け上げたたむれ、人間と情熱の原型になり、 作品の主人公であるユーリの振る舞いは幼い頃のレールモントフに酷似している。1817年6月にエリザベータはレールモントフをペンザに移す。1821年に二人はタルハーヌイに戻り、6年の間この地で暮らした。レールモントフを溺愛するエリザベータは幼い孫に最高の教育を施し、何、不自由ない生活を送るための出費を惜しまなかった。 祖母から溺愛されたレール・モントフは、奔放に育っていき、また広範な教育を受けてフランス語とドイツ語の素養を身につけ、いくつかの楽器の演奏を学び、絵画の分野でも才能を示した。しかし、病弱なレール・モントフは、累歴と来る病に苦しみ、フランス人の医師アンセルム・レビが彼を近くで見守っていた。最初に、レール・モントフの指導を務めた、カペ大佐はかつて、 ナポレオンのに所属し、戦争でロシア軍の捕虜となった後にロシアに定住した人物であり、彼が最も敬愛した家庭教師だった。カペーの後任であるドイツ人の教育者レビはレールモントフにゲーテとシラー紹介した。レビが家庭教師を務めた期間は短く、レビの次にフランス人ゲンドロットが家庭教師となり、間もなく、 ウバーロフ家が優秀な英語教師として推薦するウィンドソンが加わった。その後、ロシア文学の教師であるアレクサンドルジノビエフが到着した。私的な空気に囲まれるレールモントフの環境はプーシキンの経験と似ていたが、教育の過程で支配的な立場にあったフランス語は英語への関心を呼び起こすようになり、ラマルティーヌとバイロンが人気を分け合っていた。 レールモントフのためにより良い気候と高戦での療養を求めて、1819年と1820年の2回に渡り、エリザベータは彼をカフカース、コーカサス地方に連れて行き、エリザベータの姉妹の家に滞在した。1825年の夏に9歳になった、レールモントフの健康が悪化した時、エリザベータは家族総出で3回目のカフカース旅行に出発する。 三回目のカフカース旅行の時、レールモントフは九歳の少女に対して、ロマンチックな初恋を経験した。ユーリが彼を養育する権利を主張し続けることを、恐れたエリザベータは二人の接触を厳しく制限し、幼いレールモントフは、多くの苦痛と後悔を経験する。溺愛する人間がレールモントフへの出費を惜しまず、家族の不和に引き裂かれたにもかかわらず、彼は孤独に育ち、 引っ込み事案になった。レール・モントフは初期の自伝的な作品ポベストの登場人物であるサーシャ・アルベニンに自分自身の姿を投影し、あらゆるものを熱烈に愛する一方で冷酷な感情を持ち合わせ、時にサディスティックな面を見せる印象的な少年と描写していた。レール・モントフは非常に恐ろしく傲慢な気象の持ち主であり、祖母の庭で、 あるいは昆虫や小動物相手に感情をぶつけていた。家庭教師の一人である、ドイツ人の修道女クリスティーナからは、用の影響を受け、彼女から、すべての人間はたとえ奴隷であっても、敬意を払われるべきだという思想を教わった。レールモントフの病弱な体質は、ある意味では、長所ともいえ、自分の内にあるより暗い面に深く入り込むことを妨げ、さらにスカビチェフスキーの言うところでは、 物事の考え方を教えてくれた。中略外界で見つけることができない、自分自身のうちの深い部分を探索する喜びを、といった重要な役割を果たしていた。1825年8月に、一家は3度目のカフカース旅行から戻り、レールモントフは家庭教師とフランス語とキリシャ語の定期的な学習をはじめ、ドイツ語、フランス語、 英語で書かれたた。作品の原著を読み始め1827年の夏、12歳になったレールモントフは初めてトゥーラ県の父親の荘園に旅行した。同年が秋、彼とエリザベータはモスクワに移住した。1828年にレールモントフはモスクワ大学附属貴族学校に入学し、この頃から試作を始めたと考えられている。 一年間個人的な指導を受けた後、1829年2月23歳になったレールモントフは入学試験に合格し、モスクワ大学付属貴族学校の第5学年に編入する。ここでの彼の個人的なチューターは、詩人のアレクセイ・メルズラコフ、彼と並んでロシア語とラテン語を教えたジノビエフだった。彼らの影響のもと、少年は自分の家の広大なと書室を、 最大限に活用して読書をはじめ、その中には、ミハイル・ロモノソフ、ガブディーラ、デルジャービン、イヴァン・クルイロフ、バシー・リー・ジコフスキー、アレクサンドル・プーシキンらの著作が含まれていた。まもなく彼は、アマチュアの学生雑誌の編集に携わるようになった。彼の友人の一人でいとこでもあるエカテリーナは、レール・モントフを、バイロンの大量の著作と結婚したと表し、 また当時レールモントフはエカテリーナに対して恋愛感情を抱いており、1820年代後半に彼女に捧げるために日誌などのいくつかの詩を作り出した。文学の指導者たちはレールモントフを特定の作家の影響下から話そうとしたが、バイロンはレールモントフのインスピレーションの根源であり続けた。1830年に同人誌アティニアムで発表されたベスナ。 春という短い歌は、非公式ながらもレールモントフにとっての出版でのデビュー作となる。詩的な技術に加えて、レールモントフは毒を含んだウィット、残酷で、嘲笑的なユーモアの傾向を発達させていった。1828年に行われた試験では、レールモントフは、ジュコーフスキーの詩を朗読、バイオリンのエチュードを演奏し、最も優れた成績を勝ち取った。 1830年4月に寄宿学校がギムナジウムに転換させられると、レールモントフも同級生の大部分と同じようにすぐに退学した。1830年8月、レールモントフはモスクワ大学に入学する。モスクワ大学の同窓生には、ビッサリオン・ベリンスキー、アレクサンドル・ゲルチェン、イバン・アクサーコフ、ニコライス・タイ・ケイ・ベチラ、後年に、 分断で名を馳せる人物が多く在籍していたが、レールモントフは彼らと交流を持たなかった。当時のモスクワ大学には、ベリンスキー、スタイ・ケービッチ、ゲレツエンが指導する三つの急進派の学生のグループが存在していたが、スカチビッチの言うところのくだらないごまんは、レールントフが学生たちのに参加することを妨げた。レールモントフは、抗議に真面目に出席しながらも、 時折行動の片隅で本を読み、大規模な事件を除いて、学生たちの集まりに加わることはなかった。1831年に人気のない教授がヤジを飛ばす学生たちによって、行動から締め出された事件にはレールモントフも参加していたが、収監されたゲルチェントは、対照的にレールモントフは表だって、叱責は受けなかった。レールモントフの大学生活の最初の一年は、 家族の風和の悲劇的な結末で締めくくられた。息子との離別は父の有利に深刻な影響を及ぼし、アルセーニエフ家を離れてからこれっきり死に至るまでの残された短い時間をただ費やすだけだった。父の死はレールモントフにとって過酷な喪失であり、彼の死には父の死を嘆く心情が反映されている。しばらくの間、レールモントフは真剣に自殺を考え、 初期の戯曲である人間と情熱と奇妙な男の結末は主人公の死で終わる。また彼の日記から判断すると当時のレールモントフはヨーロッパの政治に対する強い関心を持ち続けていた。プレザカザニーなどの大学時代に書き上げた詩のいくつかでは高度な政治の門が扱われており未完に終わったポベスト・ベスナッツ・オバニアはロシアにおける民衆の放棄を主題としている。 大学時代に書かれたパー、エンジェルスマティ、エスマイルベイといったいくつかの詩は、後世で彼の傑作の一群とみなされるようになった。レールモントフの学生生活の最初の一年は、試験が行われず、モスクワでこれらが流行したため、大学は数ヶ月間閉鎖された。知的探求心に富んだレールモントフは、大学の授業とは別に個人的な件に取り組んでいたが、 ある教授の試験で授業とは異なる回答を出したために、教授と対立する。レールモントフを敵視する教授は彼を落第させて、退学を勧告し、レールモントフは、モスクワ大学を中退した。1832年6月に大学を中退した、レールモントフは、ペテルブルクに移り、ペテルブルク大学への編入を試みたが、モスクワ大学在学中に取得した単位を認められず、 一年次からの入学を求められた。このためレールモントフはペテルブルク大学への編入を諦め、ペテルブルクに設置されていたこの医士官学校に入りする。レールモントフ自身は士官学校時代の2年間を恐怖の2年間と呼び、飲酒、カードなどの宝刀にふけりながらも文学との関わりは保ち続けていた。軍事教練の合間を縫ってプガチョフの乱を題材とした。 歴史小説、バジムの執筆に取り組んだが、小説は未完に終わる。レールモントフは1834年に士官学校を卒業した後、サールス・コエ・セローに駐屯する、この駅兵連隊に配属される。上流社会に嫌気がさし、一度中断していた創作活動を再開する。1835年に、戯曲、仮面舞踏会を書き上げるが、 上流社会の偽善をつまびらかにした作品であったため、上演は許可されなかった。1837年に、詩人プーシキンが決闘で落命する事件が起きる。プーシキンの死を悼んだレールモントフは、詩、詩人の死を駆き上げ、プーシキンの才能と勇気を称賛するとともに、彼の死を招いた上流階級を通列に批判した。プーシキンの死を悲しむ人々は、 詩人の死に込められた怒りに共感し、詩人の死は政府の厳重な監視をすり抜け、筆者によって全国に広がっていった。皇帝ニコライ一世への側近を弾劾した。詩人の死を発表した結果レールモントフは逮捕、投獄され、約一年間カフカースに左遷される。カフカースに流される途上、ヴァチゴルスクの交戦で権力への抵抗と現代、社会への不満を歌った、死。 商人カラーシニコフの歌を作り上げる。カフカースにたどり着いたレールモントフは大自然、土地の山岳民族、流刑に服すデカブリストやジョージア、グルジアの知識人と出会い、視野を広げていった。また、独立のために戦うカフカースの人間に強い、共感を覚え、チェチェン人との戦いに積極的に参加して、手柄を立てた。現地の土肥の討伐に従軍したレールモントフは、 戦闘で勇気を振るい、周囲を驚かせた。1838年2月にレールモントフは、ノブゴロドの連隊への移動を命じられ、この地に着任する。しかし、2ヶ月も経たないうちに、祖母のアルセーニエフは、レールモントフのペテルブルクに駐屯する村地への移動を取り付けた。ペテルブルクに移ったレールモントフは、小説の執筆に取りかかるが、この小説はレールモントフに、 ロシア三文の創始者の一人という名声をもたらすことになる。現代の英雄は余計者ペチョーリンをめぐる五つの話で構成されており、物語はところどころに自伝的な要素を含んでいる。1839年1月、雑誌オテケベニー・ザピスキーを主催するは、レールモントフに自分の雑誌に定期的に寄稿するよう提案した。現代の英雄を構成する短編のうち、 ベーラと、運命論者の2編が、オテケベニー・ザ・ピスキーの第2号と第4号に、掲載さ、残りの3編が1840年に出版されると、大いに人気を博した。後世、現代の英雄は、ロシア文学における精神的リアリズムの先駆けである、古典とみなされるようになった。1838年に、ペテルブルクに帰還したレールモントフは、文学界の長寿として、 社交界から歓迎されたが、傲慢、不尊、冷淡に見える態度を変えることはなかった。この時期に、モスクワ大学時代の同窓生である批評家、ベリンスキーは、レールモントフと長時間会話を交わし、彼が偉大な芸術家であることを初めて悟る。ペテルブルクの上流階級がもたらす船舶な快楽は、レールモントフを蝕むようになり、彼の気性の悪い面は、より顕著になる。であり、 ペテルブルクで流行していたサロンの女主人でもある、アレクンドラソミルノワはレールモントフについて、彼はなんて贅沢な人間なのだろう。切迫した第三次に直面しているように見える。過ちに対して傲慢である。退屈で死にかけ、自分自身の軽薄さに苛立っているが、こうした環境から解き放たれようとはしない。奇妙な男だ、と書いている。レールモントフは、 ソフィア・ステパノアとエミリア・ムシーナイコール・プーシキナのサロンで人気を集めていたが、二人の気を引こうと競い合っている男たちの間に反感を引き起こした。フランス大使の息子エルネスト・デ・バラントもそうした男たちの一人であり、1840年の初頭に、レール・モントフは、バラントをステパノアの面前で侮辱した。バラントはレール・モントフに決闘を申し込み、 風資金が致命傷を受けたチョールナやレチカとほぼ同じ場所で決闘が行われた。レールモントフは軽傷を負い、決闘の後に逮捕、投獄された。収監されたレールモントフの元には、ベリンスキーなどの彼の私文の崇拝者が面会に訪れたが、例に漏れず面会者たちもレールモントフの二面的な性格とちぐはぐで難解な、気質を理解するのに手を焼いていた。 バラントとの決闘事件の後、レールモントフは再びカフカースに追放される。ペテルブルクを去る直前、レールモントフは友人たちの前で書き上げたばかりの詩、雨雲を朗読し、詩の中で延々と続く迫害と自身の理想から離れた過去の生活を改装し、詩を聞く人間に感銘を与えた。軍港と祖母の配慮によってレールモントフは数ヶ月の休暇を認められ、ペテルブルクに戻った。 すでに刊行されていた刺繍の影響も、相まって、レールモントフの名声は、より高まっており、様々な貴族のサロンから陳客として招かれるが、傲慢ない短者という周囲の評価は変わらなかった。舞踏会の最中に皇族に敬意を示さなかったことを、理由に休暇を取り消され、再びカフカースに流された。カフカースへの途上。 1841年5月9日に、モスクワを訪れたレールモントフは、この地で、憲兵隊長、アレクサンドル・ベンケンドルフに毒舌を振るった死を発作完成させる。モスクワを経った後に、スタブロポリを訪れ、グラッペ将軍に面会し、町に滞在する許可を求める。その後彼は、気の向くままに道を進んでいき、ピャチゴルスクで病にかかったことを告げる手紙を上官、送り、 連帯の特別委員会は彼にミネラーリヌイエボードイでの治療を進めた。スカビチェフスキーはレールモントフの最後のカフカースでの暮らしを朝に著述を始めた。レールモントフの手は肩になってより一層忙しく動いており、彼はくつろいでいるようには思えなかったと述べている。一週間前の7月8日、レールモントフは自分に残されている時間は ほとんどないと感じている友人のメディンスキーに告白した。ヴィャチゴルスクでの生活は概ね楽しいものだったが、社会不適合者という悪名、プーシキンに次ぐ2番目の詩人という評価、現代の英雄の成功にうんざりしていた。レールモントフは、ヴィャチゴルスクで、士官学校時代の旧友と再会するが、彼がカフカースの服装や習慣を見せびらかすことを不快に、思い、 痛烈な皮肉を浴びせた。1841年7月25日、マルトイノフは、無礼者レールモントフに決闘を申し込む。7月27日に、ピャチゴルスクのマシューク山麓で、決闘が行われたが、この地は、ペチョーリンが、旧友のグルシニツキーを殺害した場所だった。バラントとの決闘の時と同じようにレールモントフは、空に向かって発砲した後、 狙いを定めたマルトイーノフは、レールモントフの心臓を撃ち抜いた。即死だった。レールモントフが倒れ込んだ時に、大きな雷鳴が起こり、海ゾエビと友人、マルトイノフラその場に合わせた人間はレールモントフを、見捨てて逃げ去った。決闘の日の夜、レールモントフの遺体は、担架で運ばれた。ヤチゴルスクの僧侶は、政府の怒りを恐れて、遺体の埋葬を拒否し、 彼の住家の主人はたたりを恐れて祈祷を行ったという。1842年1月に、ニコライ一世はレールモントフの棺をタルハーヌイに移す許可を発し、棺は家族の墓地に埋葬された。孫の死を知った祖母エリザベータは軽い脳卒中にかかり、1845年に没する。レールモントフの死後、彼が生前書き残していたノートブックの中から、 多くの詩が発掘された。行動の意思と能力があるにもかかわらず、実践に移せないことへの鬱屈した知識人特有の感情と反逆の精神が、レールモントフの助上詩の特色、魅力を生み出している。レールモントフが文学活動に参加した時期は、デカブリストの乱の後にあたり、当時のロシア皇帝ニコライ一世は、検閲制度、秘密警察、 皇帝官房第三部と憲兵隊による監視を強化し、進歩的思想を弾圧していた。レールモントフは自由と真実の渇望、反逆の精神を持ち味とする私文によって、当時の貴族社会と先制政治を攻撃し、皇帝が君臨するロシアと相対する自由なロシア称える真の祖国愛を歌い上げた。全時代のヨーロッパの文学作品や同時代のロマン主義を取り入れ、 リアリズムと抑制の効いた言葉によって、初期の作品に見られるロマン主義的な色彩をより、洗練された作風に昇華した。ロマン派の作家に分類される一方で、現実主義者の一面も持ち合わせ、現実的な視点を通して醜い現実を冷静に観察するほどレール・モントフのうちにある、現実変革の欲求と反逆精神が促進され、ロマンチシズムに満ちた作品が生み出されていった。 幼少期のレイルモントフに影響を与えた人物の一人にバイロンが挙げられ、レイルモントフは彼が生み出したチャイルドハロルドの自由と英雄的行動を求める人物像に引き付けられていた。レイルモントフが11歳の時にデカブリストの乱が起き、おそらくはデカブリストと信仰のあったエリザベータの兄から事件に関する詳しい話を聞き、後年に表した作品で、 デカブリストへの賛同の死を示した。デカブリストのペステリ、ルイレーエフをモチーフにしたと思われる死、偉大なる遊国の死を、遊国のマスラをオドエフスキーの思い出では彼らと共通する方向性の思想を持っていたことをほのめかしている。1832年の士官学校入学までに書き上げた詩文や儀曲は後年の創作活動の下書きとなるが、天使、 といった傑作も生み出している。1829年に記した、序児誌、悪魔の遂行は1841年まで続き、少なくとも八回は、修正が加えられている。二人のオダリスク、海賊といった物語詩には、ジョージ、失恋、近親相関、殺人といったテーマが歌われ、多くの詩は荒削りかつ上調なものだった。シラー、ユーゴ、バイロンらの作品が、 レールモントフの初期の作風に影響を与えていると考えられている。入隊後には四編の女児詩、仮面舞踏会と兄弟二人二編の儀曲、三十編ほどの女上詩を書き上げた。この時期には当時流行していた小説の執筆にも、取り組み、バジム、リゴフスカや公爵夫人などの作品を残し、未完に終わったリゴフスカや公爵夫人には後年の作品である。 現代の英雄の主人公、グレゴリー・ペチョーリンの原型が現れる。リゴフスカや公爵夫人は、後年にゴーゴリ・ドストエフスキーらが発表したペテルブルクモノと呼ばれるジャンルの作品の草分けとなった。カフカースに追放された時期から、反逆と幻滅を語るレールモントフの特色は、より強くなる。ナポレオン戦争の勇者を称えた、ボロジノ、 自らの名誉をとして権力に挑戦した商人のジョ児ジ誌、商人ラーシニコフの歌、試策で当世の人間の無意を封死する。商人からアシニコフの歌は、ペテルブルク時代の詩文、貴族オルシャと同様に人間の尊厳のために、身分制度に反抗する人物を歌った,た作品だが、より写実性に富み、民謡のリズムが取り入れられている。 1837年からまでの期間にかけて、レール・モントフの作品はより完成されたものとなる。個人的な関心を述べた初期の作品と異なり、真理、自由、誠実、尊敬などが歌われ、多くの作品に社会に対する軽蔑や侮辱、反逆の精神が込められていた。1840年に刊行された、は、登場人物である、者、グレゴリー・ペチョリンとに、 ロシア文学界多大な影響を与える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。